伊豆浩司です。お願いします。この度ですね、日光出身のデザイナー、はい、キレンバイ高広佐藤さんが、うん、チャリティー企画を立ち上げました。ありがとうございます。なんでもね、うん、日光初の和をテーマにしたブランドらしいね。和はいいじゃないですか。だから僕好きですしね。そうそうそう。で、まだね、小さなブランドなんですけども、うん、これからゆくゆくは障害者雇用なんかも視野に入れてるんで、はい、ちょっと応援していきたいなと思います。そうですね、うん。なんか有名なアニメーターさんとか、はい、声優さんも、はい、応援してるらしいですね。らしいね。そう。で、10月22日から、クラウドファンディングなんかも始まるらしいので、うん、あれ気になる方はね、ぜひサイトなどチェックしてみてください。はい、お願いします。うん、あ、じゃあ俺も、デザイン手伝っちゃおうかな。いや、お前無理に決まってんだろ。なんだおめえ。あ、このタクシードラファーみたいな格好で何言ってんだよ。うるせえよ。ごめんね、ごめんねー。以上、ゆうすこじでした。